はい、こんにちは、116ウィンズです。今回は野球の話というよりも、メジャーリーグの小ネタみたいな話なんですけれども、つい数日前ですね、アリゾナダイヤモンドバックスのマディソン・バンガーナーがですね、実はロデオの選手だったということが発覚しました。どうも偽名を使って大会、ロデオの大会に出場して、で、つい昨年の12月にはそのロデオの大会で優勝して、300万円ぐらいの賞金も受け取ってるぐらい、かなりロデオの腕前も、相当なものだったみたいなんですけれども、バンガーナーがロデオの大会に出るために使っていた偽名っていうのが、メイソン・ソーンダースという名前でどうも活動していたみたいなんですね。で、メイソンは、彼の名前であるマディソンを、ちょっと省略したような名前になってまして、で、どうもですね、バンガーナが、奥さんから、外で名前を呼ばれる時とかに、バンガーナ本人であることを感づかれないために、メイソンと呼んでもらってるみたいなんですけれども、その名前を使っていたのと、あとはソーンダースっていうところは、こちら、奥さんの旧姓だったみたいなんですけれども、その二つをくっつけて、メイソン・ソーンダースという名前で、どうもロデオの選手として活動していたみたいですね。で、バンガーナが、馬がかなり、趣味だということは、非常に有名でしたし、実際にそのダイヤモンドバックスを移籍先として選んだ理由が、馬っていうのは、以前の動画でも紹介しましたけれど、それぐらい、バンガーナ自身も、馬が好きっていうところは、かなり周知の事実でしたし、当然ですね、ダイヤモンドバックス側も、彼が馬好きだっていうことは、知っていたみたいなんですけれども、さすがにですね、ロデオの選手として、しかも偽名を使って活動していたっていうところは、どうも知らなかったみたいなんで、さすがにチームの関係者も驚いたことでしょうね。で、ロデオにはいくつか種類があるらしくてですね。で、そのうちですね、バンガーナーが出場していたのは、チームローピングという競技みたいなんですけれど、私さすがにロデオに関しては全く詳しくないので、ちょっとウィキペディアでどういう競技なのかっていうところを調べてみたんですけれども、どうもですね、チームローピングという競技は、二人のカウボーイが馬に乗りながら、逃げる子牛の頭と後ろ足にロープをかけるまでの時間を競う競技みたいなんですね。この競技のルールから察するに、相当馬に乗り慣れていないと、当然ですね、子牛を捕まえることはできないでしょうし、しかも馬に乗りながら子牛にロープをかけるわけですから、相当なですね、身体能力だったり、バランス能力っていうところが、おそらく求められる競技なのかなと想像したんですけれども、それをですね、これだけ、しかも大会に優勝するぐらいの、実力を持っているというところで、ピッチャーとしては、今回の FA でダイヤモンドバックスから5年8500万ドルの契約をもらうぐらいの、MLB でも有数の、左ピッチャーなわけでして、でしかもロデオをやらせたら、大会に優勝してしまう、まさに天が二物を与えてしまったようなケースにも、正直思ってしまったんですけれど、結構野球選手って野球以外でもなんか得意なことはあったりしますよね。例えばこの間ドジャースにトレードされたムーキー・ベッツはボーリングに関しては本当にプロ級の実力を持っていますし、また日本で言えば元中日の山本昌なんかは、ラジコンがめちゃくちゃうまいということで有名ですし、やっぱり何かを極められる人っていうのは、その極める能力っていうのを他のジャンルでも、もしかしたら活かすことができてるのかなっていうのがちょっと思いましたね。私も何か極めることができればいいなとは常々思ってはいるんですけれども、なかなか自分自身の忍耐力がなかったりして、結構中途半端にいろいろなものが終わってしまうことも多いんですけれど、今回で言えば、バンガーナはですね、しっかり野球と、ロデオに関して一流の領域まで極めたというところで、本当にその事実自体は素晴らしいことだなと思いますね。で、今回の一件が、バンガーナがロデオ選手として活動していたっていうところがバレただけで終わるかと思いきや、ちょっとだけ続きがありまして、なんとですね、彼の古巣であるサンフランシスコジャイアンツの傘下の、サンノゼジャイアンツというチームがあるんですけれども、そのチームがですね、ちょっと面白がって、その彼の、偽名がバレたことに関してプロモーションをやることをどうも発表したみたいで、6月5日にメイソン・ソーンダースナイトとしてプロモーションをやるみたいなんですね。で、バンガーナーのユニフォームを着てきたファンですとか、あとはカーボーイの服装をしてきたファンに対しては、特典がどうもあるみたいで、チケットが当たったりとかいろいろあるみたいなんですけれど、面白いのが、やっぱりバンガーナーの、フルスジャイアンツとはいえ、バンガーナー今回同地区のライバルであるダイヤモンドバックスに FA で移籍してるわけじゃないですか。その選手のプロモーションをこういう形で開くっていうのは、なかなかアメリカのマイナーリーグ独立採算制ですから、割と好き勝手にこういったプロモーションやってるとは思うんですけれど、
まあ、あのそういうらしさが出てて面白いなとは思うんですね。これをもし日本で例えば去年 FA で広島から巨人に行った丸義弘のプロモーションを例えば古巣の広島がこういった形で開いたら、まあ面白いと思ってくれるファンもいるとは思うんですけれど、まあ普通に炎上しそうな気がするので、まあ、あの今回のそのサンノゼジャイアンツの企画に対して、まあツイッターのリプライなんか見てると、まあ同地区に移籍した選手に対してなんでこんなプロモーションやんのみたいな、こうリプライがついていたりはするんですけれど、まあこのプロモーションをそもそもこう企画できるような文化っていうのは、まあちょっと面白いなと思いましたね。まあそんなこんなでロデオ選手としての活動がバレてしまったバンガーナーなわけなんですけれども、まあ、本業の野球の方では、まあ、とにかく健康に過ごしてほしいというところが、まあ、個人的な願いですね。さすがにシーズン中にロデオ選手として活動するとは思えないんですけれども、まあ、ただですね、バンガーナー2017年には、まあ、別の趣味であるダートバイクの事故で、まあ、怪我して結構こう、長期離脱するってこともありましたし、まあ、ここ何年間、まあ、昨年こそはこう、200イニング投げることができましたけれども、18年、17年といったところは、まあ、ちょっとこう、怪我で、本来のパフォーマンスができなかったというところもありますので、まずはですね、なんとかこうアリゾナ1年目を、まあ、しっかり健康に過ごしてほしいというところですよね。まあ、あのダイヤモンドバックスのロブロ監督も、まあ、とにかく健康に気をつけてというふうに、まあ、コメントはしていましたので、ロデオ選手としての、まあ、活動というところも、まあ、本人にとっては大事だとは思うんですけれども、まずはですね、本業の野球というところでしっかり結果を残してほしいなと思いますね。はい、いかがだったでしょうか。今後も MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。